ヨーロッパのノコギリ引きノコギリ引きは、主刑の一で、罪人の体をノコギリで引く刑罰である。中世及び近世の日本で行われた。また、ヨーロッパや中国と、節品伝でも行われた。天略年間、図志を丸が、丹後の領主となって、由良の港の山椒大部を捕らえ、竹ノコでその首を立たせたという伝説がある。 復讐刑としての意味合いも強く、縛り付けた罪人の首に浅く傷をつけ、その血をつけたノコギリを近くに置いて、被害者親族や通行人に1回か2回ずつ引かせ、ゆっくりと死なせる刑罰であり、江戸時代より以前には実際に首をノコギリで引かせていた。だが、江戸時代になると形式的なものになり、お定め書き百科条において、整刑の一つ。 かつ最も重い死刑として掲げられた。すなわち、その71に、一札並木ずつき押し置きのこと、1、主し札、二日さらし、つ日たち引き回し、のこぎり引きの上貼り付け、同百三、押し置きし、形のこと、樹前々の例、1、のこぎり引き、強法六年曲つ日たち引き回し、両の肩に刀波を入り、竹の子に血をつき、 そばに立を置け、二日晒し、引きかれさる者入れの時は、ため引き工事、ただした畑家屋敷家材とも欠書、とある。日本橋の南の広場に、片三尺、深さ二尺五寸の穴さらし箱という箱を半ば途中に埋め、箱に罪人を入れ、首だけが地面から出るようにした上で三日間見せ物として、晒した。その際、罪人の首の左右に、 竹のノコギリと鉄のノコギリを立てかけておいたが実際にノコギリで首を引くことはなく、晒した後は支柱引き回しをした上で貼り付けとした。原禄時代に罪人の横に置かれたノコギリを引く者がおり、慌てた幕府は、その後、監視の役人を置くようにしたという。東映映画、徳川女刑罰絵巻牛崎の刑では、夜間の見張り役に雇われた小敷が居眠りしている暇に、 気の触れた水管が通りかかって、主人公の首を引いてしまう趣向になっており、こうした歴史的経緯がかなり忠実に反映されている。ちなみに、同作主演の川谷拓造は、後年の大河ドラマ、黄金の日々では、形式化していない、戦国時代のノコギリ引きで殺される役も演じている。江戸時代に課されていた6種類の死刑の中で最も重い刑罰であり、 主人殺しにのみ適用された。この刑は1869年7月8日に出された刑法官指令により支中引き回し、晒しと共に廃止された。ありがとうございます。